市畑山薬師寺は、愛知県岡崎市、藤川町にある臨済宗明神寺派の寺院。薬よけ、交通安全、眼病併舎などの祈祷で知られる祈祷寺。ご祈祷は、団体祈祷の形式で30分ごとに行われる。本堂でのご祈祷に引き続き不動明王殿に案内され、物品祈祷を受けられる。車のご祈祷はそれに引き続き駐車場に案内される。 おときに松茸料理がある。食堂あり。ご霊船の入浴はご祈祷を受けた人のみ可能。受付でお申し込みの際にご霊栓券をいただける。東海地方のテレビやラジオでは、当時の CM が放送されることがあるが、3号と次号を合わせた、市畑さん薬師寺として紹介しており、分けて呼ばれることは、あまりない。名古屋市千草区に、同名の分員がある。総本山は、 島根県出雲市の市畑寺、牛城山と共に、岡崎観光キラリ百選に選定されている。時、場所大祭、岡崎本堂ハッピー会、岡崎本堂境内には2002年に開けゆした温泉があり、市畑山薬師寺五霊泉と呼ばれている。境内の道路は、市畑山薬師寺管理責任者の意思により、ゲートから先は関係者以外17時翌7時までの、 立ち入りを禁止している。道路での無用な駐停車は通行する車両に危険が生じる恐れがあるので禁止している。カーブが多い山道であり、山頂駐車場手前の区間は特に勾配のきつい坂である。従って、上り下りとも前線にわたり、安全速度 20km 毎時、十分に精度を操作して速度と遠心力に注意し、 対向車線にはみ出さないよう配慮する必要がある。ありがとうございます。